ジェリー・ウェイン・ヘアストン・ジュニアは、アメリカ合衆国アヨワ州でモイン出身の元プロ、野球選手、野球解説者、ウト右ミギウチ。父のジェリー、弟のスコット、叔父のジョン、祖父のサムも元 MLB 選手という野球一家である。1997年の MLB ドラフト11巡目で、ボルチモアオリオールズから指名され、入団。1998年9月11日に、 メジャーデビューを果たす。オリオールズでは7年間プレーし、558試合の出場で、通算打率は261だった。2005年1月、サミー総査との3対1のトレードでシカゴカブスへ移籍する。一番打者として期待されたが、出塁率336、盗塁はたったの8つとファンの期待を裏切る。 2006年はさらに成績が低下し、5月31日にフィル・ネビィンとの交換でテキサス・レンジャーズへトレードされ、オフに解雇される。2007年1月5日、レンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加し、第4の外野手として開幕ロースターの座を射止めた。2008年3月3日、シンシナティレッツとマイナー契約を結び、 4月21日にメジャー昇格。オフに FA となったが2009年1月7日にレッツと1年200万ドルで再契約した。同年行われたワールドベースボールクラシックでは弟のスコットと共にメキシコの代表に選ばれた。レギュラーシーズンでは7月31日にチェイス・ウィームズとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍。 8月1日に移籍後初安打と初打点をマークした。11月10日に FA となった。2010年1月18日にサンディエゴパドレスと1年契約を結ぶ。11月1日に FA となった。2011年1月19日にワシントンナショナルズと1年契約を結ぶ。7月30日にエリック・コマツとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズに移籍。 12月5日にロサンゼルスドジャースと2年600万ドルで契約を結んだ。2013年10月31日に FA となり、12月11日に現役引退を発表した。2014年からはドジャースの専属解説者として活動する。ありがとうございます。